おいしそうごはんチャンネルです。今回はドットクラウドを使っていきたいと思います。光のなさ、わしかも水、カッパおるし、カッパおるのはまずい。本家のクラウドと比べてスキルを使用しなくても倍率が出るといった性能になっております。ちょっと今コンボカさんなかったら左のあやつが生きてたけど、で、ね、一応追加攻撃も連れてきてるけど劣化なんでね、相性的にはあんまりよろしくないんだよね。こいつ割合してくるよね。光を残したい。あー落としになってるか。それやったな、今のはやったわ。タン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 、一旦突破します。ギリギリなんだよな。やっぱ6個いるのって大変だね。列パは9個を列でつなげるのと9個を正方形でつなげるのはどっちが強いのかがちょっとまだ分かんない。2コンボ損失してるな。悪魔キラーは健在なんでかなり火力は出ますね。悪魔に対してはこのパーティーは強い。クラウド、モロータで駆動は貯めときたいんだよな。基本的に牛虎のスキルでなんとかしていきたい。軽いスキルが欲しいね。やっぱりあとは光の目覚めか、アポロンか。でも転生アポロンってパーティー入るんだっけ。うわー厄介なの出た。まずない。これはちょっとこれ使っていきます。ちょっとそこ待ちになるのが怖いけど、いや回復力半端ない。1列分あれば大丈夫っしょ。もうちょっと火力欲しいな。ここは地味に地味に殴って突破するのがいいかな。食らうんだよな毒、やばいな。さすがにやばい。うーわ割合だし最悪。回復していこう。少な。こいつ悪魔だっけ。ちょっと木が組めてない。悪魔だ。いや毒の降ってくる量が今日おーい、もうさっきから行くしたばっかなんだけどな。一旦毒の目覚めが取れます。ただこれワンパンしちゃうかもな。悪魔キル乗っちゃうからワンパンしなくていいよ。
あ、一直線だな。さすがに闇の悪魔は無理だな。プラントコア2体はいいわ。クラウド使うか。崇高のサファイアはたまりそうなやつ。これ左先生だった。あ、でも2個残すのもあれだしな。右先生だからな。これ使ったら回復消えちゃうしな。でもこれ使っても5個、あ、ギリ6個になるか。列作るのめんどくさ。どうしよっかな。毒ここで処理しとこうか。もういっそこっちのが組みやすいんで。一応貴族生いたな、自分のパーティー。これ押せないね。とりあえず OK だけど、次のこいつを一旦は耐えるけど、回復がね追いつかないんですよね。あー、水ちょっと一歩間違えたらもうすでに取り戻せない。ローターで駆動が一番エンハンスかかると、ああでも際どいな。そんなに列ゴリゴリじゃないから。通行のサファイア残しとけばいっか。とりあえずで、次はイルミナのスキル使って固定突破の、まあどっちかっていうとソニアグランがいいんだけど、まあですよね。こいつどうするかな。相性が悪いわけではないんだけど、ただ割合ダメージがねちょっとなっていう感じですよ。なんじゃ削れないか。さすがに列いるか。列組むと君吹っ飛ぶじゃん。全部消したし。足らな、時間が多分足らないぞこれ。ちょっと正方形にできてない。本当は正方形にしたかった。ここはとりあえずセーフ。アングリーはまあ闇属性だからワンチャンあると思うけどね。足んないかな。あー足りた。こいつはね、逆に火力部足りるか不安でしかない。神キラーはないよね。OK。列を組むとアウトだし、かといって、つなげるだけでも火力オーバーするんじゃないかなっていう。とりあえずまずは3のコンボ。際どい。際どい。33。闇になったらね結構やりやすいんですけど。おいしょ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 、これはワンチャンあるぞ。ツーベイ組んでも多分大丈夫なんですけどね。アッコは
ケーオッケー、これはいける、これいける、いけるいける、丸よーし、オッケー。うーわ、やってくれるねー。兄使ったろか、兄使うわ。もうさすがにこういうスキルいるな、やっぱ割合が多いな。ラクシュミでいい。あー、貫通できんのかこいつ。なんぼの火力がいるよ。9個つなげれば強いな。あ、消すやつね。こいつは1列でいけるだろう。悪魔キラーあるんだぞ、こっちにはね。フラグ全開ですけどね。おわ、残してそこは。あー、5個しか残ってな、シング芝とかマジ勘弁。 OK、 ヘラのチューンは悪魔だから1列あればいけるんだけど、数個のサファが溜まってるんで、感知も溜まってる。ちょっと一旦こいつ別にね、あれなんでね、そんなめちゃくちゃな攻撃してこないんで。待って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 、もう5個大好きか、5個残し大好き。あー、ダメ、ちょっと、もう列あるけどこれ消すでしょ君多分。よしよしよし、突破でも耐久できちゃってんだよな、さっきから感知溜まってるからそんなにあれだし。ちょっと待ちにはなったけど、よし、もうさすがにちょっと怖いね、これ以上、これ以上こいつと絡んでると光消されそうなんで突破します。イルの6とかは勘弁してほしいけどね。なるほど、悪魔ではない神ドラゴンだよね。一列突破が難しいんじゃないかな。もみじ22回でしょ次。ブブかヘラかアテナ、ブブヘラアテナ3分の1だっけ。それ以外出る、もうビシュのも回避したし、列の火力じゃ多分足らないかといって次に列が降ってくる保証もない。でここでモミジを使うと次がブブッチャンが出た時がやばい。クラウドかな、安定して。クラウドで、4個増えるから、今現状が24649か、いけるな、クラウドだな。まあヘラとかがベストかな。一旦耐久したいな。ちょっと次、まあいいや。悪魔なんで光は残していきたい。
そんでゼウスドラゴンか。スーコのサファイアまだ早いよな。兄が次でたまる闇属性になっ、ドラゴン神とりあえずもうこいつのスキルはいらねえ。ここで兄を打って全力で一回殴るか。回復もそしたら追いつくだろうし、ただこれコンボしろっていうあれが来るよね確か。火か、闇になってくれたらなありがたいんだけど。ハートエンドも、そのハートエンドするハートもないでしょ。実際もういっかって思うよね。グリモワールスフィアあと2だけど。行こっかね。通行のサファ使って、9個つなげたいんだけど、これも使ってまずこっちに左上に9個と右下に9個で、あとはもうなんか適当にいい感じにしよっかな。操作時間 7.5。 どうしようかな。どうここを区切るか。で、正方形を2個作ってあげたいんだけどな。2個作れる用があるのかな、まず。ギリなさそうなんだけど。下でじゃあ列作るか。下は列にして、上、左上で正方形作ってあげてっていう感じにします。結構ベストじゃない？良いよ。で、ああ闇狩りいいね。あとはまあ適当にこれがいい陣出しておいてくれればいいんだけど、まあそうもいかないんだろうから、ほい。分割分割、中途半端にさえ残さなければそれでいいよ。 OK、 ワンパンできるかな。際どいな、闇ピーいないし、はい。いやきついか。あーまあ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 、しゃあなしでしょ。意地でも正方形組みたがるんだよな。まあ無理っすね。ちょっと火力が足らず。水ピ珍しい。
最近ヤミピばっかだったんだよな。ヤミピーかモクピーしか落ちなくて、やべ、あーやらかす。もうちょっと油断してますんでね、ちょっとパズルの方はご了承ということで。倒せ、もよし、オッケー。結構そんなに取り直さなくて済んだ今回は。2回テイク2-3でいけたんで、まあそれなりの強さ、神キラーもありがたい。ということで今回は、ドットクラウドで闘技場3の方クリアしてみました。まあ、火力は9個つなげれば強いけど、1列だと100万ギリいかないっていうね。まあ悪魔に対しては強いんで、悪魔が出るダンジョンとか闇のキャラにね、貫通無効生かしてあげれたらいいかなと思います。ではご視聴ありがとうございました。